行きましょう、トーヤ。お前と一緒に生きたい。知ってる。だから話してあげない。どういうって、何かいけなかったか？だってあいつら、お前をいじめたから。ああ。あれは面白かったな。いい研究結果が得られた。奴ら、だんだん動かなくなって、最後には虫みたいにピクピクして死んでいったんだ。なんでそんなに怒る？ああ、誰か咎めないか心配なのか。それなら無用だ。父上は私に関する一切をなかったこととしてくれる。今回の件も秘密裏に処理されるだろう。なあ、そんなことはどうでもいいから一緒に遊ぼう、サマル。どうした、サム。撃たれたのは初めてだ。どうして悲しい？そういうものか。ノールは何も言わなかったぞ。悲しい。サマルがいなくなったら、いつも私のそばにいてくれる人がいなくなってしまう。父上やノール、あの二人ですらいつも一緒にはいてくれないのに。ではいなければいいのか。私は悲しくない。それは嫌だな。わかった。サマルが言うのなら従おう。命は尊いものだと把握した。サマルは尊いぞ。
丈夫ですか、秘殿下。もしや、お風邪を召されてるのでは。秘殿下、いつまでもお休みになられているとブラフカが誘惑に来ますよ。ブラフカ、そういえばウル、あの時は何を言おうとしていたの？あの時、ほら、あの時ブラフカと炎の精霊がどう違うのか説明してくれようとしていたじゃない。あの話ですね。ブラフカは炎の精霊ブライセの双子の弟なのです。双子の弟？はい、ブライセと共にナスラを守っていたブラフカはある日兄嫁に化粧をして彼女を奪ったと言われています。さらにブラフカは彼女の心をも手に入れるためナスラごとブライセを滅ぼそうと企んだ。しかし結果的にブライセ側が勝利しナスラは守られたというのが古からの言い伝えです。なのでナスラの王室では双子の弟は忌むべきものとして生まれた時に亡き者とされるのだと聞いております。あ、どうかされましたか？ああ、なんでもないわ。なんでも。どうしたの、トウヤ。この渡り鳥たちが留守王からの便りを持ってきてくれればよいのにと情けなくも思っていた。ああ、もうこちらに来る季節になったのね。になってないわよ。割と真剣だからな。ルス王はどちらに動くと思う？王を固める周りの意見にもよると思う。ルス王は賢く聡明な人だけど、周りの進化がどういうかわからない。あなたも知ってるかもしれないけど、ルスはナスラに比べて王権の範囲が未だ明確ではないのよ。だが、王の発言権は強いのだろう。
そうね、祭りごとを仕切る中では一番強いと言えるわ。だけどそれも一人ではかなわないか。ええ。ではお前は身内としてどう思う？身内として？ああ、身内としてルス王の判断はどう出ると思う？ルス王は賢く聡明な人よ。ナスラに比べてあやふやなところのある自国が海外の協力を得た上で敗戦すればどんな目に遭うのか分かっているはず。その評価は先ほど聞いた。王里は賢く聡明で、そして情に熱い人。普段は冷静だけど、うちにとても熱いものを秘めている。さらわれそうになったの。女に？ええ、人売りよ。私は女だからと油断して迂闊にもさらわれそうになった。王里はそこに駆けつけてくれて女を捕らえたの。私よりもだいぶ上だったけど、まだ子が産める年齢の年若い女だったわ。けれど王里は迷わず打ち首の刑に処した。女を打ち首に？咎める者はいなかったのか？私は一応王女だったから、それに手を出した罪を贖わせるということで周りも納得せざるを得なかったのよ。本当にためらいもなく？私の憐憫もなかった。王里はジップである先代の王や私が傷つけられることを何よりも嫌っていたから。つまりお前がさらわれた時点で憂慮の余地はないと。今の王里はあの時と違って王子じゃない。王として私の言葉に耳を傾けてくれると思ってる。すまない。え？このような時ほど王である俺が平静を保っているべきだろうに、お前まで不安にさせてしまったな。王であるあなたを妃として妻として支えられているようで嬉しいわ。罰を下せる人なんていないわよ、ナスラオ。そうでもない。それじゃあ例えば誰が？陛下、お休みのところ申し訳ございません。Thank you.
る。失礼いたします。何があった？先ほど国境に配備された部隊より、ルスが西方の軍と共に侵攻を開始したとの知らせがございました。そうか。スレンに伝え、急ぎ出陣の準備を整えさせろ。それと、今回は俺も出ると言え。かしこまりました。では、失礼いたします。今は聞けない願いかもしれないが、この身にもしものことがあった場合は、俺たちの研究を守ってくれ。本気で言ってるの？ああ、本気だ。俺が倒れるときは、おそらく国の体制が変わる。その時に研究成果を守れるのは王妃であるお前しかいない。いや、家庭であってもあなたが死ぬなんて考えたくない。あの研究は二人で守るのよ。聞いてくれ。いや、聞け。王としては不実なのだろうが、今の俺が一番に望んでいるのはお前の幸せだ。国よりも誰よりもお前の命が最も愛しい。どうや。だから俺に何かあったら義理立てなどしなくていい。ルス王でも他に望む男とでも、誰の手を取ってもいいから幸せになれ。どうして必ず帰ってくると言ってくれないの？こんな時くらい約束してくれてもいいじゃない。今は努力するとしか言えない。では、俺は今から出陣の準備に入る。危うい戦の時だけ
軍事司令官の背に隠れる情けない王では皆もついてこられない。このような戦の時こそ前線に向かい皆の士気を上げるべきだ。亡き父上もそうされていただろう。忘れてはいない。万族が攻めてきた際、父上は自らの身をも顧みずに戦った。その勇敢な姿と名誉の死があってこそ皆は奮い立ったのだ。その時はスレンを王に立てろ。亡き父上もそう望まれていた。血筋にこだわっている場合か。ならば血に頼る体制を変える機会かもしれないな。そうすれば双子が忌まわしいなどと馬鹿らしいことを言う者もいなくなる。